皆さん、こんにちは。今回は女子体操界を揺るがす大きな問題についてより詳しく掘り下げてお伝えします。パリ五輪を目前に控え、日本代表のエース選手が起こした前代未聞の不祥事、その背景にある複雑な事情と事態の進展について多角的に分析していきましょう。喫煙と飲酒によってパリ五輪出場を辞退することとなった女子体操選手宮田笙子さん。この問題は単なる一選手の不祥事にとどまらず、日本のスポーツ界全体に波紋を投げかけています。今回の事態はアスリートの規律、組織の管理体制、そして社会の価値観が交錯する複雑な様相を呈しており、その影響は計り知れません。まず事の発端を振り返ってみましょう。宮田選手の喫煙飲酒が発覚し、パリ五輪への出場辞退が発表されたのは開幕まであと1ヶ月を切ったタイミングでした。この衝撃的なニュースはスポーツファンはもちろん、一般の人々にも大きな驚きを持って受け止められました。ここで注目すべきは宮田選手が所属する順天堂大学の対応です。大学は公式サイトで声明を発表しましたが、その内容が物議を醸しています。声明文では宮田選手の行為を遺憾としつつも、次のような見解を示しました。宮田選手は今回の行為を深く反省しており、これまで日本代表のリーダーとして真剣かつ真摯に練習に取り組み、大会に出場することを強く願っておりました。また本学としては当該選手に対する教育的配慮の点から、常習性のない喫煙であれば本人の真摯な反省を前提に十分な教育指導をした上でオリンピックに出場することもあり得ると考えておりました。この声明は SNS を中心に大きな批判を浴びることとなりました。20歳未満の選手による法律違反を擁護し、問題を矮小化しているように受け取られたのです。多くの人々がスター選手だからといって例外は認められない、法律で禁止している意味がなくなるといった厳しい意見を表明しました。確かに大学の立場としては所属選手を擁護したい気持ちも理解できます。しかし法律違反を軽視するような姿勢は教育機関として適切とは言えないでしょう。むしろこのような対応は他の学生に対して悪影響を及ぼす可能性があります。一回くらいは多めに見るという考えが広まれば、規律の乱れにつながりかねません。さらにこの問題は日本体操協会にも飛び火しています。協会は緊急会見を開き、宮田選手の喫煙飲酒の常習性について本人が各一度と説明したので、我々はそれを信じると述べました。しかしこの説明には疑問の声が上がっています。ある有刊誌の報道によると、宮田選手に対しては以前から素行の悪さを問題視する声があったといいます。さらに喫煙について過去に厳重注意を受けていたとの証言もあるそうです。これらの情報が事実だとすれば、協会の説明との間に齟齬が生じることになります。体操競技はオリンピック種目の中でも喫煙率が高いことで知られています。そのため日本体操協会は日本代表選手役員の行動規範の中で、20歳以上であっても原則的に喫煙を禁止し、段階的に全面禁止を目指すとしています。この規定の存在自体が競技における喫煙問題の深刻さを物語っていると言えるでしょう。宮田選手に関してはさらに衝撃的な情報も出ています。合宿などで同室を拒否する選手がいたという話です。これが事実であればチーム内での人間関係にも影響を及ぼしていた可能性があります。ここで疑問が生じます。協会は宮田選手の喫煙について本当に知らなかったのでしょうか。内部通報がなければ黙認し続けていたのではないかという疑念も浮上しています。宮田選手が体操女子のエースであり、オリンピックでの活躍が期待される選手だっただけに、この疑念は重要です。一方で宮田選手の辞退後、パリに向かった日本代表チームの様子も注目を集めています。モナコでの事前合宿を終え、シャルル・ド・ゴール空港に到着した選手たちは意外にも明るい表情を見せていたといいます。岡村誠選手、岸里奈選手、中村遥香選手、
牛奥小羽選手らがマスク姿で大荷物を運びながら空港内を歩く姿が目撃されました。この様子を見たファンからは、邪魔者がいなくなるといい雰囲気になるね、エースの辞退直後とは思えないといった声が上がっています。これらのコメントはチーム内での宮田選手の立場を推測させるものです。同室を嫌がるという報道とも合わせて考えると、宮田選手と他の選手たちとの間に何らかの軋轢があった可能性も否定できません。しかしここで注意しなければならないのは、こうした推測や憶測が独り歩きしてしまう危険性です。確かに宮田選手の行動は問題があり、批判されるべきものかもしれません。しかしそれと同時に、一人の若いアスリートの人生に大きな影響を与える出来事でもあるのです。宮田選手本人は、飲酒と喫煙は一度だけだったと説明しています。しかし、この説明に対しても世間の目は厳しく、喫煙が一度だけで済むはずがない、酒タバコが一度だけというのは無理がある、といった声が上がっています。さらに、宮田選手の SNS 投稿に映り込んでいたミント系のガムの存在も、疑惑に拍車をかけています。喫煙者が口臭ケアに使うことが多いアイテムだけに、常習的な喫煙を連想させるものとして注目されているのです。現在宮田選手のインスタグラムは全ての投稿が削除されており、過去の投稿を確認することはできません。この行動自体がさらなる憶測を呼ぶ結果となっています。今回の事態はスポーツ界における規律の重要性を改めて浮き彫りにしました。トップアスリートには高い技術や成績だけでなく、模範となる行動も求められます。同時に若いアスリートの成長過程での失敗をどのように扱うべきかという難しい問題も提起しています。またこの問題は組織の管理体制にも疑問を投げかけています。日本体操協会や順天堂大学の対応は適切だったのでしょうか。透明性のある説明と再発防止に向けた具体的な取り組みが求められているのではないでしょうか。一方でこのような騒動が体操競技への注目度を高めているという側面もあります。否定的な形ではありますが、多くの人々が体操について考え議論する機会となっています。今後は宮田戦手抜きの日本代表がどこまで力を発揮できるのか、そして宮田選手自身の今後の動向にも注目が集まるでしょう。またこの問題を契機に、スポーツ界全体でアスリートの行動規範や組織の管理体制についてより深い議論が行われることを期待します。最後にこの問題から私たちが学べることは何でしょうか。一つはルールの重要性です。どんなに才能があってもルールを守ることの大切さを改めて認識させられました。また失敗した時の対応の仕方も重要です。誠実に反省し再出発する勇気を持つことが真のアスリートとしての資質なのかもしれません。皆さんはこの問題についてどのようにお考えでしょうか。アスリートの規律、組織の対応、社会の反応など様々な観点から意見を聞かせていただければ幸いです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。